博多電気軌道、博多電気軌道株式会社は、福岡県福岡市において、路面電車を運営していた事業者である、西日本鉄道、西鉄の前身の一つ。1910年、明治43年から1912年、明治45年にかけて存在した、初代法人と同社が、電力会社の九州水力電機に合併された後、 再独立する形で1929年、昭和4年に設立され1934年、昭和9年で存在した同盟の二代目法人がある。初代法人は、軌動事業のほかに、電気供給事業を営み、二代目法人は小規模なバス事業を経営した。本校では、初代法人と二代目法人の間の、電力会社時代の事項についても記述する。 経営していた路線は1934年に2代目、博多電気軌道から、福白電車株式会社へと移管され、さらに戦時統合で1942年、昭和17年より、西鉄福岡市内線の一部となった。1900年、明治33年、大分県にて、豊州電気鉄道が開業し、九州地方にも、電気鉄道が出現した。その後福岡市でも、 電気鉄道建設を目指す動きが始まる。中でも早いものは当時博多電灯という福岡市の電灯会社で取締役を務めていた大田製造らが立案した計画で会社設立認可を得るところまで具体化したものの会社設立には至らず立ち消えとなってしまった。日露戦争後になると企業ブームを背景に福岡市内での馬車鉄道や電気鉄道の計画が相次いで立てられ、 その中から東京の福沢桃介を中心とするグループが市の講演を得て会社設立にこぎつけた。これが1909年、明治42年に設立された福博電気軌道であり、翌1910年、明治43年3月に福岡市街を中間する電気鉄道を開業させた。同社の社長は福沢桃介、専務は 松永安左衛門で、取締役には、地元福岡の実業家、大田製造、渡辺光三郎、渡辺与八郎の弟が名を連ねた。こうした福白電気軌道の動きとは、別個に、博多馬車軌道の企業を計画する加保軍の坂口、久しらに対し、1909年7月30日付で、筑紫文化高須村、吉塚駅前から、福岡市、橋口町、 天神付近に至る 3.9km の軌道不設特許が降りた。この計画は許可後電気鉄道に改められ、翌1910年3月31日、資本金150万円で博多電気軌道株式会社として会社設立に至った。発起人には、大田製造、渡辺与八郎、渡辺与八郎、麻生滝ちら地元実業家や、 北九州の九州電気軌道設立に関与した、神戸財界の川崎義太郎、小曽根木一郎らも参加しており、社長には、平岡良介、平岡幸太郎長男、工業を営むがつき、取締役には、渡辺与八郎や富安安太郎らが名を連ねた。路線の開業に先立つ1910年7月、博多電気軌道は、電源確保のため未開業の、 電力会社蓄生水力電気、1910年1月設立、資本金50万円から事業を買収し、電気供給事業を兼営とした。ついで同年10月6日には、福岡市の西方、糸島郡で非電化の軌道線を運営していた、北畜軌道を合併した。会社設立後、博多電気軌道は1910年、明治43年7月に、 福岡市内や博多駅前への軌道敷設特許を追加で取得。市街地の周囲を循環する環状線の建設を目指し、翌1911年、明治44年10月2日にその西半分にあたる博多駅前停留場から天神町停留場を経て、取引所前停留場へと至る区間をまず開業させた。ついで同年11月15日には、取引所前から先、 豊平停留場、後の大学通まで延伸し、翌1912年、明治45年1月30日には、循環線と、吉塚駅を連絡する、三角停留場への支線も開業させた。こうして、博多駅前から、吉塚駅前、三角へ至る路線が完成したものの、循環線としては、全体の約4分の3が開業しただけで、残余区間は、 用地買収の難航から開業が遅れた。先に開業した福白電気軌道が県、市が建設した道路に軌道を敷設したのとは対照的に博多電気軌道では取締役の渡辺与八郎が取得した私有地に道路を建設しそこに軌道を敷設していた。その渡辺が開業直後の1911年10月29日に当時九州で 観光労働者を中心に原因不明のフード病として恐れられていたワイル病により46歳で急死すると会社では検証の意味を込めて道路の一部を渡辺通りと命名している。吉塚延伸後の1912年7月1日当初から計画していた貨物営業を開業した貨物船の区間は国鉄吉塚駅構内から 博多港の博多地港停留場までで、季節紫外線の期間は 1435mm で、あるのに大使貨物線は、国鉄線から貨車を直通させる目的で 1067mm 期間を採用したことから、紫外線と貨物線が重なる行く予兆までの区間は3000基状とされた。この貨物線は、鉄道駅と駅から離れた港を結ぶ、臨港線の役割を担っており、 国鉄線、あとに、筑前三宮鉄道線も、追加と直通する貨車を、自社の専用車両で牽引するという運行形態を、とった。博多電気機動が、筑子水力電気から買収した電気供給事業は、電気機動事業と同じく1911年10月に、開業した。電源は、南畑発電所、水力 750kW で、福岡市内から、 筑紫軍、か谷や軍、沢わ軍の各一部にまたがる供給区域を持っていた。そのうち1911年10月より供給を始めたのは、筑紫軍二日市町、現、筑紫野市と太宰府町、現、太宰府市で、翌1912年4月には水木村、同大野村、現、大野城市、中村、現、福岡市とか谷や軍海村、現、海町でも開業している。 開業した郊外地域以外にも、博多電気軌道は、福岡市内とその周辺町村、筑市郡住吉町、千代村、片か村、豊平村、京後村、いずれも、現、福岡市にて、地下配電線方式による電灯供給を認可された。この地域は、博多電灯軌道、1911年11月に、博多電灯と福白電気軌道が合併し、 成立の独占的な地盤であったことから、同社は供給事業方面での博多電気軌道の進出を恐れた。そこで、博多電灯軌道では、大株主であった、畜法の炭鉱業者、堀三太郎が、旗振り役となって、博多電気軌道の合併を推進し、麻生滝吉、安川圭一郎、中野徳次郎といった炭鉱業者を仲介に1912年2月より、 並行渉を始めた。しかし堀派は、佐賀県の九州電機との合併を優先すべきとする、福沢、松永派との社内対立に敗れ、その結果博多電灯軌道と九州電機の合併が、先に成立して1912年6月に、九州電灯鉄の成立を見た。九州電灯鉄道成立後も博多電機軌道との合併交渉は進められたが、 九州伝統鉄道は6月上旬になって合併条件を引き下げ、博多電気軌道の35円払い込み5万株、払い込み総額175万円に対して、新株25円払い込み1万8000株、払い込み総額70万円を交付する、別途解散費用5万円も、交付という合併比率を提示した。こうした行動は、 博多電気軌道の財務状況を懸念してのことと言われるが、当然、博多電気軌道側にとって好ましいものではないため、合併交渉は難航した。そのため7月になると、合併交渉の難航を見た九州水力電機が博多電気軌道の合併に参入した。同社は、和田豊治、日比谷平左衛門ラフジガス防石経営人が中心となって設立した新興の電力会社で、 1911年4月に会社が発足して当時筑後川水系にて大規模、水力発電所を建設中であった。九州水力電機が共通の大株主、中野徳次郎を介して、博多電機軌動側に提示した合併比率は、新株12円50銭払い込み7万株、払い込み総額87万5千円を交付するというもので、 九州電灯鉄道側が提示するものよりも有利であった。博多電気軌道はこれを受け入れ1912年7月17日の役員会議で九州水力電気への合併を決定した。だが九州電灯鉄道の巻き返しがあり19日には麻生滝地の調停によって九州電灯鉄道と博多電気軌道は合併仮契約を締結するに至る。ところが翌20日。 博多電気機,機動の大株主会が九州水力電気との合併を主張すると同社経営陣はこの契約をすぐに撤回改めて九州水力電気との合併仮契約を締結した8月9日株主総会で合併契約は承認されその後九州電灯鉄道による合併決議無効訴訟などの妨害があったものの11月4日に 九州水力電気と博多電気軌道の合併が完了した。合併により、博多電気軌道の路線は、旧北地区軌道線も含めて、九州水力電気が継承。大分県の旧文後電気鉄道線、大分電鉄線と故障と区別するため、姉妹電車線は福岡電鉄線とされた。その後1914年、大正3年4月22日に、 用地買収難航のため開業が遅れていた、循環線の残存区間が開業し、博多電気軌道の計画線がすべて開業するに至った。九州水力電気が博多電気軌道を合併した後の1913年、大正2年になって、九州水力電気そのものと九州電灯鉄道の合併話が具体化する。しかし、結局条件面で折り合わず交渉は、決裂。 両社は福岡市場での電気供給事業をめぐって対立を続けた。したがって福岡市における電車経営が一元化されることはなく、旧博多電気機動線は九州水力電気、旧福博電気機,機動線は九州電灯鉄道、1922年以降東方電力と分立した状態が長く続いた。九州水力電気福岡電鉄線は 循環線全通により大きく利用を伸ばし、1914年度には年間290万人の利用があった。その後乗客数は第一次世界大戦中と戦後の公共により急増、1918年度に年間500万人を超え、1920年度には戦後強行が発生したにもかかわらず、年間880万人に達した。北区機動線も 同様に乗客が増加し、1910年代前半に60万人台であった、年間乗客数は117年度より100万人を超えている。貨物輸送量は、対戦景気を背景として沿線に断交を抱える、北地区機動線の方が大きくなり、ピーク時には年間20万トン以上を輸送した。輸送量の増加や、沿線の沢原群西新町、名野浜町、いずれも、現、 福岡市の市街地下に対処するため、今川橋停留場、西新町とカフリ停留場、現、糸島市を結ぶ北地区軌道線のうち、今川橋から名野浜停留場までの 4.0km を電化する認可を1919 19年、大正8年12月に取得した。この区間には、期間 1435mm で線路を付設の上で電化し、1922年、 大正11年7月26日より、電車運転を始めた北畜電鉄線と称す。電化の結果、北畜機動線の運転系統は、名の浜にて分割されたが、貨物列車は、全線にわたり、蒸気機関車牽員が継続され、電化区間は、電化前の 914mm 機関と併用の3線機場とされた。なお非電化区間はその後の北九州鉄道線、現、 JR 地区費線の開通によって平行路線と化して存在意義を失ったため、鉄道省の圧線により、北九州鉄道による毎週事実上の保障が決定、1928年昭和3年5月31日付で許可を得て、北九州鉄道へと営業休止の上で譲渡した。電化が鳴った。 北畜電鉄線の起点は日川に架かる今川橋の西側で橋の東側を終点今川橋停留場とする東方電力線と接続していたはいたものの福岡市内線、循環線、吉塚市線との連絡は打者らのみであった。このため九州水力電機では市内線と北畜線を直接つなぐ上南線を北畜線連下と同時に計画し、 1920年、大正9年6月に、軌道敷設特許を取得する。沿線での高地整理に伴う、経路変更を経て、城南線は、市内線渡辺通り1丁目停留場と、北畜線西新町停留場を結ぶ 5.0km の、新線として1927年、昭和2年3月26日に開業した。 各線の乗客数は、福岡市内線については1923年度に年間1000万人を突破してからは、伸び悩みの状態。北畜線については、部分電化5年間200万人を超えてはいたものの、減少傾向にあったが、上南線の開通で両線とも大きく増加し、1928年度には、上南線を含む全体の年間乗客数が2000万人に達した。 長く、九州水力電気の兼業として経営されてきたが、同社が抱える、鉄道事業や科学事業の収益は本業である電気、供給事業に比して、著しく小さく、しかも、福岡地区の軌道線を除いて、経営不振であったとから、1926年、大正15年12月に兼業部門を分社化する方針を固めた。まず分離されたのが、大分電鉄線で、 翌1927年、昭和2年に、別府大分電鉄、現、大分交通が設立された。続いて、同年12月、福岡市内線と、北地区電鉄線を分離することを決定。1年半後の1929年、昭和4年5月5日付でその受け皿となる、新会社博多電気機,機動株式会社、2代目が、設立され、同年7月1日付で、 事業譲渡が完了した。新設の博多電気軌道は、資本金200万円、内ち払い込み50万円で、総株数4万株のうち3万8100株を、九州水力電気が、残りを同社経営陣が保有した。路線は、市内線、循環線、吉塚市線 8.5km、城南線 5.0km、北畜線 4.0km からなる。 1930年、昭和5年10月21日、単線で開業した、城南線の内渡辺通り一丁目停留から、高等学校前停留場までの2 9トルの複線化が完成した。分離後の営業成績は、乗客数については、年間2000万人を超えてはいたものの、乗り合いバス事業の発達に伴って伸び悩んだ。1932年、 昭和7年か未期になって、博多電気軌道もバス事業へ進出しているが、収入は1000円程度、軌道収入の1%以下と、ごく小規模な事業であった。一方この時期、貨物輸送については好調で、博多地港からの石炭積み出しが増加して1934年度に、年間40万トン規模となっている。1932年3月18日、 北畜線の内起点今川橋停留場、西新町新地から城南線と接続する西新町、停留場までの区間の路線及び軌道付設特許を東方電力へと2万6千円で売却した。これは東方電力が木造の今川橋を掛け替えて橋を挟んで線路が途切れている自社線と北畜線を接続させる計画を立てたためで、 3月25日より同区間の営業が開始された。この路線譲渡によって、博多電気軌道線の営業キロは合計 17.2km となった。博多電気軌道から東方電力への一部路線譲渡が実行できた背景には、九州水力電気と東方電力の間に生じていた供給事業をめぐる紛争が解決し、1920年代、 半ばより、両者の間に協調関係が成立しつつあったという事情が存在した。両者間の関係強化の結果、長年にわたり、利便性向上の妨げとなっていた、電車事業分立の解消が具体化され、1934年、昭和9年に新会社設立による、電車事業一元化決定するに至った。こうして1934年10月26日、 路面電車一元化の受け皿として、福迫電車株式会社が設立され、同年11月1日付で、博多電気軌道の軌道事業、バス事業と、東方電力の軌道事業、営業キロ 9.3km が新会社へ移管された。新会社福迫電車の資本金は330万円。新会社への移行は、博多電気軌道と、 東方電力の共同現物出資によるもので、出資額は、博多電気軌道側が八十九万千二百七十八円、東方電力側が二百四十万三千十五円とされた。その後、福白電車株式会社は、太平洋戦争下における、福岡県内の交通統合に参加し、1 9 4二年、昭和十七年九月一日付で、九州鉄道、博多湾鉄道規線 筑前三宮鉄道とともに九州電気軌道へと合併され西日本鉄道西鉄となった。以後福白電車の路線は西鉄の福岡市内線となったが1979年昭和54年に全線廃止となり現存しない。博多電気軌道が運営していた軌道路線は後年西鉄福岡市内線と総称された路線群のうち幹線の一部 旧代前から、名野浜間の内今川橋伊勢で当時は、北畜線と称すると、巡環線、広駅前天神町から新博多駅前、博多駅前間、吉塚線、西門通三角間、城南線、渡辺通り一丁目に四町間、築港線、貨物線、吉塚駅構内博多築港間の五路線である。路線は、全線が、福岡市内にあったが、途中で、 福岡市へ編入された地域を除いた、旧市域内では、循環線が通った博多部の博多駅周辺、博多港周辺と福岡部の天神周辺に限られる。旧市域以外では、循環線東部、吉塚線は、旧仙台町、片笠町の地域、循環線南部は、旧住吉町の地域、城南線は、旧慶後村、鳥海村の地域、ただし開業時にはすでに、 福岡市へ編入、北畜線は、旧西新町、名野浜町の地域をそれぞれ通った。福博電車移管前、1930年、昭和5年発行の地図に見える、停留場は以下の通り。開業当初の電車は45両、定員40人とされるが、うち11両は1915年、大正4年以降の統計には見られない。 1915年以降も残った34両、車両番号1から34はいずれも木造単車で26号までは日本車両製造製、27号以降は川崎造船所製である。1923年、大正12年に日本車両製造で木造単車7両、車両番号35から41、定員42人を新造し、1927年、 昭和2年にも、東洋車両にて、厚生単車5両、車両番号42から46、定員42人を新造している。以後は、中古車の購入によって賄っており、1929年、昭和4年20両、車両番号47から56、木造単車、定員42人、1931年、昭和6年に3両、 車両番号57から59、木造単車、定員42人をいずれも大阪市電から譲り受けた。博多電気軌道が運転したこれら59両の電車は東方電力との事業統合後、複白電車時代には90の148号とされた。西鉄となった後、ボギー車への置き換えに伴い東方電力引き継ぎの単車と合わせて954年。 昭和29年までにすべて廃車となっている。なお1915年に、函館市で路面電車を経営する函館水電が、九州水力電気より1911年、川崎造船所製の木造単車を5両購入したとされる。函館水電では26の30号を名乗り、最後まで残った29号が1937年、昭和12年に、 排泄車、排一号に改造の上、函館市電に引き継がれて1997年、平成9年まで使用されていた。1912年の蓄光船による貨物営業開始に際し、1911年、明治44年に日本車両製造で製造された5トン積み電動貨車5両、車両番号1から5が導入され、乗り入れ貨車の牽引に用いられた。 しかし5両のうち2両は1918年、大正7年に、京都伝統活山電気鉄道へと売却された。1923年には、北畜専用として安川電気製作所にて、電気機関車2両が製造された。この車両も後に、機関変更の上で実行線へと移籍している、車両番号4から5。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。